Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasang. Kembali lagi bersama saya Ridwan Purnomo di channel Mas Riconte AV. Pada video kali ini saya akan bertanya kepada orang Jepang yang bertuliskan sumimasen wakarimasen, ya, artinya itu maaf saya tidak mengerti. Jadi ceritanya saya mendapat pesan dari teman saya yang bernama Alisang yang bertuliskan dalam bentuk bahasa Jepang. Kemudian bahasa Jepang itu nanti saya tanyakan kepada orang Jepang seperti apa videonya. Mari kita masuk Eki terlebih dahulu untuk mencari target. Gaskan minasang. Sumimasen. Wakarane nihongo atte chotto kore nando yomu desu ka? Tomodachi kara あ、これだけです。すみません、わかりません。わからんですか？これがすみません、わかりませんって書いてある。あ、お姉さんたちわからんね。この文字がすみません、わかりませんって書いてあります。あ、お姉さんがわかってますか？あ、はい、わかってます。この意味が、はい、この文字の意味がすみません、わかりませんです。ああ、わからないですね。友達からこれ、アリから、はい、あのメッセージもらいました。これでも、あのなんだっけ、ひらがなですから、よくわからないですね。This word means is すみません、わかりません。私たちが、はい、この言葉を私分かってて、あの書いてあることは分かるんですけど、はい、その内容がすみません、わかりませんって書いてあるんです。このアリさんが書いてるのが、はい、すみません、わかりませんって書いてあるんです。あ、アリさんが分からない。アリさんがすみません、わかりませんって言っています。お姉さんは？わかってます。分かってます、ね。この意味は分かってます。アリさんがあのすみません、わかりませんって言ってます。はい、あ、お姉さんだ、分かってますね。あ、アリさんは分かるんです。アリさんが分かりません、はい、分かりませんって言ってます。言ってます。あ、これでもこれ日本語ですよね。はい、日本語です。日本語。アリさんが日本語ですみません、分かりませんってそれが分かるのかな。それが言って、アリセド、はい、アリセド、すみません、分かりません。そう、sorry, I don't know。すみません、分かりません。がアリがアリセイ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 すみませんわかります。お姉さんはわからない。お姉さんはわかっててお姉さんはわかるんですよね。この意味はわかりますよ。なんでさっきすみませんわかりませんと言われた。この人が言ってるんですよ。アリさんが言ってます。はいはい、お姉さんじゃないですか。すみません、わかりませんはお姉さんからじゃないですか。あ、じゃないです。アリさんからこの文字が、アリさんがすみません、わかりませんって言ってるんですよ。あ、じゃあわからないはアリさんですね。アリさんが、お姉さんが分かってますよね。分かってます。あ、OK、理解できます。ありがとうございます。すみません、ちょっとわからない日本語があって、これ何と読むんですか。すみません、わかりません。わからないです。I don't know. 二人はわからないですね。あ、違う。あ、これはわかり、あ、わかりません。わかりません。わかりませんって書いてあります。お姉さんからわからない。違う。No. わかりませんって書いてあります。二人はわからない。なんと言うんですか。わかりませんって。誰がわからんですか。この人です。この人がわからない。友達がわからない。友達がわからない。お姉さん、お姉さんじゃない。この人、友達がわかりません。これ、アリ。アリ。アリがわかりません。お姉さんはわかります。わかるんだね。じゃあ、ありがとうございます。